サンデー漫画クラブのアフタートークでーす。たった今この作品ですね、清安、理解と書いてありますが分かる A さんの番長神絵師こいつです。こいつってね丸書いてありますけどねそしてね、あのこれめくるとね、この下に 横になってるやついるんだけど、こいつ誰みたいな思うよね。誰なんいろいろね、肩から助けかけてるやつ、ね、謎の要素は結構ありますよね、はい、っていうね、その作品を取り上げる会を終えたところで、そのアフタートークということになります。はい、こんな感じでね、まあ、この2人が、番長とそれから、司くん、うん、なんですけれども、 2人はマブダッチでね、そうですね、このあのイケメンがあのこいつ、こいつ、うん、の方ですね。はい、で彼がなんていうか、ずっとね番長に対して恋心を抱いてるんだけれども、うん、その満たされない恋心を消化させるために、少女漫画っていうかね、書いてると。でそれがここにね、表紙になってる番長と私っていう作品なわけですけれども、でそれが少しずつ広まっていって、なんかこう学校のね、不女子たちにも人気みたいな。そういうところから物語が始まっていく。で番長と私ももう7まで来てる。そうだよ、7だよ、すごいよ。いやすごいね、すごいすごい日頃はね、絵は下手なふりしたりとかね、すごい細かいネタを仕込んでるわけですよね、つかさくんはね、けなげに努力してるんですよ。そうそう、あそうですね、つかさくんが感情を抑えてるから、なんかこう吹き出しでこうめっちゃ感情出るじゃないですか、うん、あそうね、いろんなパターンの、はいはいはい、かわいいやっぱこの2人のこの可愛さが何かしらの原動力になってるんですよ、ね、多分ね。で番長もちょっと天然なところもすごいあるし、ね、なるほどね、顔は冷静に装ってるけど燃え散らかしてるオタクはすごいわかる。なるほどね、なるほどなるほど勝手にこっちがこの意味を読み取る感じの可愛さがあるわけですね。本当に低レベルなこと言いますけど、はい、絵が好きなんですよね。なるほどね。まあそれは大事よ、漫画は。ガタイのいいキャラクターが好きなんですよ。あ、そしてね、あの作者さんもここに書いてあるね、うん、でかくて、なんだっけ、強くて、かっこいい攻めが好きです。わかるよ。素直だな。わかるよ。私も今、理解と書いてわかるってなった。素直な感想だな。たんですけど、やっぱり、ね、ガタイいい男を描くのとってもうまいです、ね、あそうなんですよね、でタイプなんでしょうね、番長かなりでかいですからね。いや本当最近の BL 描く人は本当に絵うまい、そうですね、自分の体格に描かれたりするなるほどね、まあ、需要もねいろいろ広がってるから、そうそう、やっぱ時代の変遷トレンドあると思うんですよ、昔はやっぱ細い子が人気だったんですけど、なるほどね、今やいろいろあって、多分これは勝手な憶測ですけど、はい、あの二次創作の作品の人気、と関連してると思うんですよ。オリジナルに出てくるキャラクター、そうだからある作品がマッチョばっかり出てくるキャラクターでみんな模写するからめっちゃマッチョ描けるようになりなるほどね、なんかそのフィルがえて、その人が描くオリジナルの人もマッチョめっちゃ出てくるみたいな、まあ、そうありますよね、いずれね、やっぱ人は描けるようになったら描き続けたくなるんだなうん、筋肉派なのでいいぞいいぞもっとやれみたいな、もっとやれわざわざね、なんか途中で腹筋前食ったりするシーンとかあるから、ここでしょ、これ好きなんだろうなと思います。あ、ここな、無駄に無駄に腹筋を見せたりするから多分好きなんだろうな。俺はもうなんとか BL からパンチラでやるんですよ。ああ、そうなんだ、ドキとりあえずパンツ見しとけみたいな、あの男性誌のとりあえず腹筋出しとけ、っていうね、なるほどね、規定意義の一つですね、これもね、うん、やっぱお腹にセクシーさを感じるみたいな、そう、やっぱ鼠径部出てるのもかなりね、ああ結構かなりギリですもんね、これね、ああなるほどね、鼠径部はね、鼠径部何本あってもいいですからね鼠径部このさ、でも今の諭吉って言葉いいのここのああ諭吉これはもうあれですよね、あのおいしんぼメソッド、ああそうなの、よかった、浦安鉄筋家族メソッド的な、ブブカーンみたいな、うん、勝手なここだよな、ここまで一息ですよね、ここまで一息って一気に、ね、これ編集者さんと話してるところですね、デビューしませんかっていう、
編集者さんもでも格好さピンクのスーツとか書かれてたんだけど、ピンクのスーツなんてあるのかな。ありますけど、ね、でも今はほらちょっとなんていうの、サイド低めの、なんていうの、アッシュ系ピンクのスーツがある。あ、なるほどね、なるほどね。いやでもアメリカのおばちゃんとか普通に着るよ、ドピンクのやつ。分かる分かる。でしょ、ま、でも今や漫才師だからね。ああそう、あの共同支持とかのハゼのおばちゃんとか、ドピンクもな、200色あんねん。本当かよ。なるほどね、うん、ここまで。いやでもこれこそ推しの話でもあると思ったな。あ、まあそれもそうだよね、うんうん、まあ、そして改めて見るとやっぱスキンシップ結構スキン、ちゃんとスキンシップだね、なんかこう BL 的な、うん、あ、なんかこれくらいほっぺたまで寄せるぐらいです、うん、これくらい、まあ、そうね、これくらいやるか高校生が。やっておらんのかって、だいぶ毒されてる可能性がありますけど、いいよね、このさ意味もなく来ませんか、来ません、上半身本当だよな。でなんでお前ら学生服なんだよって来ませんの。まあいいけど、その BL 仕草。ああそっかそっか、一応ジャージか、ね、っていうね。でもこのカラーの立ってる感じのジャージが好きなんだよな、ね、このね、確かに。あ、なるほど、とかね、なんかいろんなところにこうフェティッシュを何かこう詰め込んであるかもあります、ね、でもね、あのフェティッシュ出してなんぼですからですよね、言ってましたよね。 そうよ、そこをもう遠慮してどうすると。一番つまんねえよ、フェティッシュ隠したパンツ脱げと、パンツ脱げ脱げ、もう今檻の中脱げ、ガチャガチャ。いやパンツ脱げつつ、うん、そのなんやろな、ジャンルがちょっと広がった感じがした。なるほどね、すごい好きなもんね、この2人の関係性がすごい好きなんですよね、仲良しの。ーゲーセン行く最後の方に、ね、後書きとかすげえ好きなんですよね、なんか、うん、あ言ってましたね、なんだっけ、あの UFO キャッチャー的なやつをハマっちゃうんです。そうそうそう、プリクラの下りどこだったの、プリクラ一番最後じゃないですか、プリクラ残してるところ。そうそう、あこれな、学校にゲーセンが学校に作ったから、うん、学校に作んな、クソ客とかさ、プリクラ使ってメッセージ送ってくるの新しいなって。あ、でも可愛い男の男子高校生2人がプリクラ撮ってるの、いや可愛いし、可愛いよ、表紙とかもそうだけどさ、ここはなんかこうほっぺのハートやってんだよねこれ多分ね。本当だ、可愛い。なんかそういう、これ実際だからこういうヤンキーがやるかどうか知りませんけど、ちょっとね、なんかこう今っぽいというかハイブリッド感があるというか、陽キャ感があるというか、そんな感じはしますよね。確かに陽っすよね、すごく、うん、でもこのね、あの理解じゃなくて分かるさんは、うん、かなり陽作品、傾向上アッパーかなり。なるほどね、そこはなんかジメジメしなくていいですね。なるほどね、なるほどね、まあそれもだからいろいろなんだよね、ダウナーなものとかも全然あるし、ね、そうそう、それはそれでいいみたいな、うん、まあね、もう対象となる番長自体が非常に資格のない、なんていうんですか、なんぞ陽キャ的なっていうか、体育会系的な人ですからね、そもそも中心がね、もしかしてそういう思考もあるかもしれないですね、作品って。まあなんかある種の怖さはあるけど、すごい人を近寄らせないというのとはちょっと違うじゃない、ちょっと違う、人望がすごくあるみたいですね。早く続編見てはどうなんだ、こっからどう展開するのか俺全然想像つかない。ライバルがライバルしかないって、やっぱりでもそれぞれね、それか、なんかマジで危険な役だよね、危険な世界にこっちに来いよみたいな。なるほどね、あ行っちゃうみたいな、あいつは。そうそう、あとプロデビューするとかじゃねえの。ああ、プロデビュー問題、うん、なるほどな、めちゃめちゃ星1とかで書かれてキーってなるとか。それはどうか知らないけど、なんか発想が微妙だったので星1ですみたいな、心ないレビュー書かれて、プロデビューしたら何か俺のなんつうの、番長の思いで書いてた作品の純粋さが失われてくれるような何かがあるかもしれないね。やっぱコメディアでやってくっすみたいな。分からない、勝手なこと言い放題、ね、いやでもなんかこのギャグ、アッパーギャグな感じはちょっと続けてほしいわ、うん、なるほどね、なるほどね、楽しみにしています、お期待してます。お期待しています。はい、ということで、今回は清安わかるさんの番長上江氏こいつです、という作品のアフタートークをお届けいたしました。本編の方もぜひお聞きください。